鬼伝説でも有名でございます。全国的に有名なのは酒呑童子というあのお酒が大好きな大好きな鬼でございます。で、あの昔ですね、源の頼光というあのお偉いさんが鬼を討伐しに行ったお山が大江山という福知山にある山なんですけども、あるんですね。まあその中でですね、あのその酒呑童子実はバイキングだったんじゃないかと、ドイツ人だったんじゃないかなというまあ言われもつけます。そこで皆様に問いたいのは、皆様が鬼退治に出かけていただきます。そこで、鬼退治をしに行ったんですが、実は丸々な鬼だったという感じですね。よろしいですか。先生が村人役で行きます。でもそんなに焦ってどうしたんだい、どんな鬼なんだと言いますので、皆様それに対してフリップを上げて代弁をしていただきたいと思います。はい。まあ本当にですね、いろんな鬼がいますけれども、妖怪説、あとはね、あの鍛冶屋さん、古董店、鍛錬あのやる感じのね、鍛冶屋さんいらっしゃったりとかね。はい、テレコ先生、行きましょう。はい。はい。テレコさん、テレコさん、そんなに焦ってどうしたんだい。鬼退治だって、一体どんな鬼だった？は？こら！ちょっと、座布団持ってって。鬼嫁ですし、ちょっとこの場では言えないんですけども、あのね、やめておきましょう、これ以上はね。はい、じゃあ1枚差し上げてください。はい、ビッグマンももこ先生、行きましょう。はい、では参りましょう。ももこさん、ももこさん、鬼退治に当たって、そりゃ一体どんな鬼なんだい。はぁ、こんな鬼だった。全裸の